ビリス・ハードウィックは、アメリカ合衆国の俳優、コメディアンである。1971年、ケンタッキー州、ルイビルに生まれる。父親は、プロボーラーとして活躍したビリー・ハードウィックで、イタリア系の家系。その後、テネシー州で育ち、地元の高校へ入学してから、コロラド州の高校へ転校し、高校卒業後は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校へ進学した。 大学卒業後の90年代は、ロサンゼルスを拠点とする、ラジオ局の DJ として、キャリアをスタート。コメディアンとしての才能も開花させ、UPN 制作のシットコムなどへも出演している。それからは、テレビドラマやインディーズ映画などへの出演を続けて、キャリアを重ね、2003年にロブゾンビが監督した、マーダーライトショーへの出演あたりから徐々に活動を活発化させ、 役者としたの地位を築き上げた。2000年代に入ってからはコメディアンとしての才能をさらに発揮させるためにスタンダップコメディアンとしてステージに立つこともあるほか、ケーブルチャンネルのコメディセントラルなどへも出演している。テレビアニメの分野では声優としても活躍しており、現在もテレビや映画なども含めた様々な媒体で活躍を続けている。ありがとうございます。